上げてもらっていいですか。
下が本当に空洞になっていけば可能性あるけど、いい土砂で待っていて、中は何が入っているのかわからない。患者の一日の診療が何点か、先ほどあのシフト開けられましたが、開けたのは今の状況について外形的に分かることですか。はい、石蓋を合計3枚開けたわけなんですけども、まあ、あの中の様子はあのご覧の通り、あの土が結構流入していた状態です。まあ、どれくらい入っているのかちょっと分からなかったんですけど、開けてみたら予想よりも結構ぎっしり入っていたという状態です。で、今あの石棺の、大体寸法を申し上げますと、石棺の内側ですね、長さが192センチ、幅が40センチぐらいの石棺というところになります。まあ、印象からすると少し幅が狭いかなというような、まあ、あの細長い石棺だというような感じです。それと、蓋を開けてみて分かったことなんですけども、まあ、石棺を立ててその上に蓋を乗せるんですけども、石棺を立てた上に粘り粘土、白い粘土なんですけど、それを敷いて蓋をその上に乗せてある、まあ、ちゃんとあの、土が入らないように、そして密閉状態にするために敷いた粘土だと思うんですけど、そういうものがありました。それからところどころですけど、非常にわずかですけども赤色顔料、まあ朱なんでしょうけども赤色顔料が少々見えました。石棺の中が赤く塗られている可能性があるということです。付け加えますと、3枚の石を持ち上げましたけども、蓋の裏側をずっと観察してますと、1枚目の裏側にバッテンデルがたくさんありました。これはあの蓋を開ける前は、2枚にはバッテン印がたくさんあったんですけども、1枚にはなかったんですね。ですからなんでだろうかと思ってましたけども、釣り上げてみて裏側を見るとバッテン印が裏側に入ってた。つまり股間の内側に向けてバッテン印が刻まれてました。まあ、この辺についてはちょっと、また詳しく分析しないといけないというふうに思っています。あと、先日の発掘の際には洞窟などはされていないという話だったと思うんですけど、そういったちょっと想定外の事情みたいなのは特になかったですか。特段感じられません。また今後の調査にも なっていきますけども、粘り粘土もしっかりと挟まっていた状況がありましたので、洞窟はされていないと考えています。石田さんに一言、まあ蓋が開きまして 率直な感じられたことというか、土がもう少し詰まってなかったらですね、楽しみだったんですけども、しっかりこう詰まってて、しばらく時間かかるなという感じがしました。